はい、皆さんこんにちは、大久保です。今回も美容に関するご質問をいただきました。いつもご質問ありがとうございます。こちらはニキビの治療薬に関するご質問です。ダラシンプラスエピデュオの組み合わせとデュアックプラスディフェリンの組み合わせだとどちらがいいんでしょうか。中身は一緒ですが塗り方とか用途的に、ということでご質問ありがとうございます。ニキビの治療薬には主に3つのタイプがあります。アダパレン、過酸化ベンゾイル、そしてクリンダマイシン。この3つをいかにして組み合わせていくのかっていうのがもうニキビ治療の肝の中の肝なんですよね。ということで今回はご質問に回答しながらニキビ治療の塗り薬、外用薬について詳しくご紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はニキビ治療外用薬3種の神器ということでいきたいと思います。神が作り出したものではなくて人間が開発した医薬品なんですが、まあこのようなテーマつけさせていただきました。まずですね、ニキビ治療外用薬3種ということで、はい、こちらのチャートめちゃくちゃ重要になりますので、ニキビに悩んでおられるという方は頭の中にですねこのチャートを叩き込んでおくといいかなと思います。ニキビ治療に使われる薬3つあるんですが、アダパレン、過酸化ベンゾイル、クリンダマイシンです。まずアダパレンなんですが、アダパレンは毛穴の詰まりを取り除くという効果が期待できる薬品です。ニキビっていうのは毛穴が詰まってそこにアクネ菌、細菌が繁殖して炎症が起こってニキビになるというメカニズムなんですが、そのニキビが出来上がる最初の段階、毛穴が詰まらなきゃニキビできないよねっていうことで、まず毛穴の詰まりを取り除く、それがアダパレンなんですね。毛穴の詰まりのことを専門的には綿棒と呼びますので、この綿棒に効果があるのがアダパレンです。つまりどうなるかっていうと、顔全体に塗っていくのがアダパレンなんですよね。顔全体にニキビってできますよね。毛穴の詰まりっていうのは顔全体に出てくるので、もちろん目とかね、口とか粘膜は避けて顔全体に塗布していくっていうのがアダパレンになります。アダパレンはオロナインとは違いますので、ニキビがポツポツポツってできたからといってそこにねちょんちょんちょんって塗るっていう、そういう薬じゃないんですよね。ここ使い方間違えたらアダパレン全然効きませんので、皆さんここお気をつけくださいね。アダパレンっていうのは毛穴の詰まりを取り除く薬だから顔全体に塗るんだよということになります。はい、続きまして過酸化ベンゾイルです。過酸化ベンゾイルも毛穴の詰まりを取り除くっていうのがメインのコンセプトになります。でさらに過酸化ベンゾイルには抗菌作用があって、出来上がったニキビの中にいるねその細菌、アクネ菌に対して殺菌するよという作用も過酸化ベンゾイルは持ち合わせているということになります。ただし過酸化ベンゾイルは抗菌薬と呼ばれる殺菌を専門にする薬じゃないんですね。あくまでも毛穴の詰まりを取り除く、これがメインのアプローチ でプラスアルファ抗菌作用も期待できるよっていうのが過酸化ベンゾイルの特徴になります。だからこそメインのターゲットは毛穴の詰まり、綿棒になります。綿棒を取り除くということはどういうことでしょうか。顔全体に塗布する、これが過酸化ベンゾイルという薬になります。はい、では最後クリンダマイシンです。クリンダマイシンは上の2つとは全く違って抗菌作用が期待できる抗菌薬なんです。つまり細菌に対して攻撃をする薬がクリンダマイシンなんですよね。だからこそすでに出来上がってしまった赤ニキビだとか炎症性のニキビ、中が化膿しているような黄色ニキビ、そういったニキビにピンポイントに使用していくのがクリンダマイシンです。ポツ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 ってニキビがあるとしたら、そのニキビに対してトン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 と塗布していくのがクリンダマイシンなんですよね。ニキビに対して出来上がったニキビ、化膿しているニキビに対してポン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 とつけていくというのがクリンダマイシンの塗り方になります。皮膚科にかかってニキビ治療をやるってなったらですね、ニキビの状態とか現在のニキビのタイプにもよるんですが、基本的にこの3つを組み合わせて治療していくことになります。綿棒が多くてニキビの予備軍みたいなのがいっぱいできている状態であれば、アダパレンもしくは過酸化ベンゾイル、ここがファーストチョイスになるかなと思います。でプラスアルファ炎症性のニキビだとか、こう大きなね化膿しているニキビができているような状態であれば、クリンダマイシンを塗布していくと、追加していくみたいなイメージが分かりやすいかなと思います。では以上のことを踏まえて、今回ご質問にあったですね、配合剤ってどうなのということになります。先ほどお伝えした3つの薬を組み合わせて治療していくということなんですが、1本に2種類の成分をガチャンとね組み合わせたような配合剤も、実は開発されてね販売されているんですよ。っていうのもアダパレンと過酸化ベンゾイルね、これ2種類塗りますよってなった時に、顔全体にアダパレンガーって塗って、その上からもう1回過酸化ベンゾイル塗って、これまあまあ手間じゃないですか、毎日毎日ね。だからこそこの2つをガチャッとね組み合わせて一つにしてセットにした製品というのも開発されていて、それが配合剤ということになります。まずですね、アダパレンと過酸化ベンゾイル、この2つを組み合わせたものがエピデュオゲルと呼ばれるものになります。はい、こんな感じの塗り薬になりますね。このエピデュオゲルっていうのはアダパレンと過酸化
化ベンゾイル、毛穴の詰まりを取り除くよっていうタイプのものを2つ組み合わせていますので、もちろん毛穴の詰まりを取り除く綿包に対して効果が期待できる医薬品ということになります。だからこそ塗り方は顔全体に塗ってニキビができないようにする、ね、毛穴の詰まりを取り除いてニキビができない肌作りをしていくっていうのがこのアダパレンプラス過酸化ベンゾイルエピデュオゲルになります。で、続きましてクリンダマイシンプラス過酸化ベンゾイル、こちらがですねデュアックという医薬品になります。デュアックっていうのはクリンダマイシン抗菌薬と過酸化ベンゾイル、抗菌薬ではないんだけれども殺菌作用が期待できる、過酸化ベンゾイルですね、この2つを組み合わせた医薬品がデュアックなんですよ。つまりどういうことかっていうと、ニキビとその周辺に塗布するよっていうのがこのデュアックの特徴なんですね。アダパレント過酸化ベンゾイルを組み合わせた、何でしたっけ、エピデュオゲルですね。エピデュオゲルは毛穴の詰まりを取り除くために顔全体に塗布するのに対して、クリンダマイシンと過酸化ベンゾイルを組み合わせたデュアックはニキビとその周辺に塗布するよっていう、ここの違いがあるということですね。はい、そして最後ですね、アダパレンプラスクリンダマイシン、これはですね配合剤というものは販売されてないんですが、併用は全然ありです。なぜかというと、アダパレンは綿棒を抑制する、毛穴の詰まりを取り除くということですね。で、さらにクリンダマイシンで炎症を抑えるよということで、この2つのアプローチでニキビを対策していく、ニキビの対策をしていくということは全然ありです。ただ塗り方は違って、アダパレンは顔全体に塗るよ、アダパレンを塗った後にクリンダマイシンをニキビのある部分に塗布していくよ、こういう使い方になります。この使い方を、イメージしておくといいかなと思います。ではですね、ニキビの状態別にどれを使っていけばいいのかということですね。まず炎症性のニキビ、赤ニキビだとか、場合によっては黄色ニキビって呼ばれるような、もう中が化膿している、細菌感染が起こっているようなニキビですね。こちらの場合は炎症があって細菌感染の真っ最中ということで、メインの薬はおそらくクリンダマイシンになってくるかなと思います。抗菌薬で細菌感染を落ち着かせるという形になるので、クリンダマイシンにアダパレンを乗せていくのか、もしくはクリンダマイシンに過酸化ベンゾイルを乗せていく、これだとデュアックっていう製品ありますね。こういうアプローチになっていくかなって思います。もちろんアダパレン過酸化ベンゾイルをベースに置いてニキビを作らなくしていく、予防していくっていう考え方めっちゃ重要なんですけれども、今ねすでにニキビがボンって大きいのができているのであれば、そこに対してクリンダマイシンを塗っていくというアプローチが重要になるので、思考回路としてはまずクリンダマイシン、そこに何を乗せるかね、過酸化ベンゾイルを乗せる場合であればデュアックっていう選択肢もありかなと思います。そうですね、綿棒がいっぱいあるよ、ニキビの予備軍みたいなものがいっぱいあるよとか、もう本当顔全体にぶわってニキビができてるよっていうことであれば、ここねまず毛穴の詰まりを取り除いていくっていうことが一番重要になってきますよね。だからこそベースとなる医薬品はアダパレンもしくは過酸化ベンゾイルっていうことになるんですよね。顔全体に毛穴の詰まりができているのにまずクリンダマイシン使おうって、これちょっとおかしいじゃないですか。だからこそまずアダパレンもしくは過酸化ベンゾイルから使っていくということになります。ただし過酸化ベンゾイルにクリンダマイシンを乗せたデュアックの場合はですね、ニキビのガイドラインにこんなことが記載されています。炎症性皮疹と混在して見られる綿包には強く推奨するよ、あくまでも炎症性皮疹があってそこに綿包が混在している場合には過酸化ベンゾイルとクリンダマイシンのね、足したデュアック、こちらは推奨するよ。ただ炎症性皮疹が軽快した後の維持療法、綿棒だけになったような状態ではこれ推奨しませんよって書いてあるんですよ。もちろんそうですよね、クリンダマイシンっていうのは細菌感染、炎症のあるニキビを取り除くための薬なので、綿棒だけになっている場合とか炎症性皮疹がないような場合、クリンダマイシン別にいらないんじゃないの、デュアックいらないんじゃないのってことになるので、その場合は過酸化ベンゾイルプラスアダパレンのエピデュオ、こっちの流れの方が重要になってくるっていうことなんですよね。はい、ここまでの流れが分かってくると、今回ご質問いただいたようにですね、ダラシンプラスエピデュオの組み合わせ、エピデュオなんでアダパレン過酸化ベンゾイルのエピデュオにダラシンをプラスするっていう組み合わせですね、もしくはデュアック、ね、クリンダマイシン過酸化ベンゾイルにデュアックにアダパレンを乗せていくディフェリンの組み合わせと、どちらがいいんでしょうかということなんですが、これはですねニキビのタイプと現在の状態によって全く別物になります。顔全体に毛穴の詰まりや綿棒が出現しています、プラスアルファ1箇所2箇所大きなニキビがありますということであれば、エピデュオゲル、アダパレン過酸化ベンゾイルで毛穴の詰まりを取り除いた上でポツポツとできたニキビに対してクリンダマイシン、ね、ダラシンを乗せていくっていうアプローチが一番いいじゃないですか。一
方でもう顔全体とかね、このフェイスラインに炎症性のニキビがものすごくできている。もう僕もそうだったんですけど、ゴツゴツとした炎症性ニキビがこのフェイスラインにブワッて出てるような状態だと、デュアック、クリンダマイシンと過酸化ベンゾイルを、まあ、ニキビとその周辺ですよね、特に炎症性皮脂、ごめんなさい、炎症性のニキビがブワッてできている部分にこのデュアックをしっかりと塗って、でプラスアルファですね、おでこだとか頬の周りだとか毛穴が詰まっているような部分にアダパレン、ディフェリンゲルですね、こちらを使用していく、プラスオンしていくっていうようなイメージがいいんじゃないでしょうか。はい、ということで本日はですね、ニキビ治療の概要薬を3つご紹介させていただきました。アダパレン、過酸化ベンゾイル、クリンダマイシンです。もうなんか今日はニキビのこの治療薬の名前を言いすぎてですね、もう頭がめちゃくちゃこんがらがってきたんですけれども、重要なことは毛穴の詰まりを取り除くタイプと、抗菌作用を期待するタイプ、そしてその中間の過酸化ベンゾイルっていうような感じですよね。この3つをどういうふうに組み合わせていくのかっていうのは、今のニキビの状態だとか、まあ、将来どういうふうにしていくのかっていうところでね、変わってくるかなと思いますので、しっかりと、皮膚科に行って、皮膚科美容皮膚科さんに行って診断をしてもらって治療をしていくっていうことが重要になるかなと思います。ダラシン、クリンダマイシンを顔全体に塗るっていうのはナンセンスですし、逆にアダパレンですよね、ディフェリンゲルをニキビだけに塗布していくっていうのもまた違うかなと思いますので、その使い方を理解して使っていくというのが、大事になるかなと思います。はい、ということでこのチャンネルでは美容研究家の私大久保がですね、様々な美容関連の製品サービス、美容整形について情報発信をしています。今回のようにですね、こんなことを教えてくださいとか、こんな商品レビューしてくださいっていうリクエストがある方は、どしどし気軽にコメントください。ということで今回はここまでです。またね、バイバーイ。